ああテステステスウーロンティー大仁田さん1応目力道山対木村正彦戦大田敦さんのコメントを振り返っていきたいと思いますラジオ感覚でお聞きくださいよろしくお願いします大仁田敦さんキャッチがですね、はい、裏に何があったかを論じる以前に、うん、木村さんは金をもらう戦いの中では、うん、まだまだアマチュアだったうん 金儲けのためには手段を選ばないプロの世界に負けたんじゃないのかなと思ううん、うん、なかなかちょっと深いような浅いような <laughs> キャッチですけれども裏に何かあったのっう木村さんは金をもらう戦いの、うん、まだまだアマチュアだった<ー>金儲けのためには手段を選ばないプロの世界に負けたんじゃないのかなと思うはいはい、うん、まあ深いですね深いですか、うん 聞き手は長野景宏さんです。うん、非常にちょっと大仁田さんらしいキャッチですよね。大仁田さんのコメントらしいキャッチが踊ってる,ると思います。大仁田さんらしいかどうか、ちょっと最後まで読んでみましょうか。はい、うかでも金儲けのためには手段を選ばないプロの世界。うん、でそういう修羅の世界を大仁田さんは生きてきたという自覚があるんでしょうから、うん、そこから出た発言だと思うんですけどね。大仁田さんのそういう思想とかなんかそういうのはお詳しいですか あ僕はだから直接あの、うん、そんなに対話とか、うん、えお話をさせていただいたことはないんですけれども紙面を通じてとか画面を通じて伝わってくるものは理解してるつもりですけどじゃあなんとなくこの見出し感じで、うん、はいなんかんして楽しみではありますじゃあ早速いきます、はいはい、この試合はいろいろ言われているけどどっちが背負うものが大きかったのかってことですよ 国民的英雄だった力道山が木村雅彦に負けるわけにはいかないだろうし、うん、どんな手段を使っても勝ちに行くべきだったと思うし実際にそうしたと、うん、最後の張り手は完璧に小呈だよね、うん、あれが眉間に入って木村さんは戦闘不能に陥った、うん、やっぱり力道山という人はプロレスラーとしてどこを狙ったらいいか分かっていますよ、うん、だから別にね、うん、それがどうしたって話でうん 誰が裏切ったとか裏に何があったとか論じる以前に、うん、この勝負は明らかに力道山が意地とプライドにかけて戦ったごめんなさい、えー、力道山が意地とプライドにかけて勝ったわけだから、うん、木村さんはプロレスのリングに上がった時点でその重圧に負けてたんじゃないかなって、うん、これが柔道の畳の上だったら違う結果になっていたかもしれないですけどねこの辺りまでで何かございますかいや大丈夫ですか 全然ないってことはないでしょ <laughs> うん。あんまり、全く、あんまりピンとこない。うんうんうん、そうですか。はい、<laughs> 俺が思うに木村さんは金をもらって戦うプロの格闘家になりきれていなかったんじゃないかな。うんこのあたりだな、うん。金と名誉のために戦うプロの精神と、 純粋に道を極めるアマチュア精神のせめぎ合いが木村さんの敗北に大きく影響したんじゃないのかなって。金をもらう戦いの中ではまだまだアマチュアだったと。金儲けのためには手段を選ばないプロの世界に負けたんじゃないのかなって思うんですよね。このあたりがキャッチに反映されてますね。いかがですか、この辺は。今、うなずく場面がありましたけれども。 いや、あのまあ、純粋に僕が思ったのは、やっぱり柔道を極め、うん、木村さんが柔道を極められてて、はいえっと、柔道ってアマチュアって言っていいんですかね。また難しい問いかけをしてきますね。まあまあ、でも基本アマチュアですよね。うん、あのー… 要するに、ピッ、ピッて、今、タイマーを押しました。<laughs> はい、押しました。引<あ>き逃しませんね。4分、いや、に入ってきますから、はい、そのピーは。はい、えっと、柔道って、うん、その、う、えー、まあ、仮に賞金が出たとしても、はい、えー、名誉の方を優先されるじゃないですか。うんうん、なんとか、はい、とか、はい。はい。全日本選手権とか。はい そこを優勝とかトップを取りたいという方が名誉のために出場するっていう大半だと思うんですけどうん、うん、そのことなのかなっていうまあ単純に思いましたね、はい、まあ日本以外の国で例えばオリンピックに出るっていうふうになったらその賞金とかも日本とは比にならないぐらい賞金が出たりとかうん、うん、え手厚い ものが出たりとかっていううのははあると思うんでですけど柔道で賞金出ます海外。その国によってはあるんじゃないですかそのオリンピックに出る出ないっていうことで言えば。はい、オリンピックで、うん、まあ金メダル取ると、はい、まあ他国では将を受け暮らしているとかそうですね。日本ではい。日本では,いはいはい。日本から <laughs> だからそれはじゃあプロとどう違うのかっていうふうに論じていくと、プロとアマチュアの境も結構、あの、<laughs> ととしなくなくるる部分もあるとは思うんですけどただ大仁さんが言ってるのはもう継続的にプロとして、うん、ずっとその職,職業として食べていくうん、うん、そういった場合は、うん、金儲けのためには手段を選ばないプロの世界なんだよという、うんうん、で逆に言うとアマチュアの方はメダルを取るためには手段を選ばないっていう言い方もできてしまうかもしれないのででもまあ一般的な言い方をすればやっぱりアマチュアでしょうね。 柔道の場合は。うん。そうですよね。は続き、続きいいですかはい。ま、ここの、ここの下りで言うと、力道山さんが、そのプロレスリングを立ち上げて、日本で、ま、初めて立ち上げて、そこを成功させていくためには、 まあ何をするのかっていうので、うん、まあもちろんお金も必要なのでその木村さんと力道山さんの背負い方ですかねのことなのかなっていうところを、うん、いいこと言いますねその背負い方ですよね、うん、だから例えば柔道の世界に力道山さんが飛び込んでも、うんうん うん、これは柔道の背負い方が木村さんと力道山さんじゃ全然違ってくると思うんですよ。もちろん力道山さんが大相撲出身でプロレスラーとはいえども、うん、柔道の世界に飛び込んで結果をすぐに出せるとは思えないですしその背負い方っていう意味で言うと、うん、柔道界にいた頃の木村さんの柔道の背負い方というのは、うんうん、とてつもなくすごかったと思うんですね。うん、あの柔道 という競技を背負うっていうんですね。お金、名誉のために。だから、根本言うと、相撲と柔道ってまた違う。違いますね。表現もできますよね。相撲はやっぱりお金もあるじゃないですか。はい。横綱、幕内入って関脇、関取になったり、大関、横綱って名誉もありますけど、名誉とプラスお金も、はい。 えー、か、えー、還元されるので、だからそこの根本的な力道山さんの考えと、まあ、周りから見た感じですよね。うん、力道山さんと木村さんがどう行うでやって、今、僕たちが話してますけど、はい、その、鬼田さんの言葉、うん 金を,金をもらうための戦いの定義でいうと、うん、そこの違いがあるのかなっていうそうですねだからもう少し突っ込んでいくとじゃあ、うん、アマチュアとプロよくプロの世界は汚くてアマチュアは純粋だみたいな言われ方をしますけれども、うん、例えば小川直弥選手なんかは、うんえー、プロよりもアマチュアの方がよっぽど汚いみたいな言い方をしてた時があったんですよ。例えば選手ががどれぐらいい稼ぐか云々っていうののは、うん、プロの世界が バロメーターとしても、それからデータとしてもきちんと出てきますけど、じゃあ柔道の選手がどれぐらいそのアマチュアの中に賞金をもらってたとかとか、そういうのはあまり明確には出てこないですね。でも、選手はともかくとしてもその周りにいる人たちが、かりにまみれてたみたいな話もよく聞くじゃないですか。うん。アマチュアスポーツの中で、いわゆる権力を握っている人たちが、 裏で、まあ、今の政治じゃないですけど、裏金的なものだったりとか、人脈を作っていく際に。どんなお金の動かし方をしてたとか。そういうのをひっくるめて、小川さんは言ってたんだと。ああ、はい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 。はい。なんですか。いや、いや、いや。なんでもないです。どうされました?。うん。なんか変だな、今日。いや、一発目だからじゃないですか。そうです。なんか動揺されてます?。 してない私がなんか変だなっていうのは田村さんが変だなと言ったんです。全然僕変じゃないです。なんかこう、奥歯に物が挟まったような態度を示してますけど。今収録一発目はまだ暖気運転ですから。はい。なるほどね。じゃあ一回切りますえ、切りますか切らなくていいでで何分ですか今残り9分。あ、そうですね。今こちら10分ですけど、いきましょうか。 えー、世間で言われているように、事前に話し合いが行われていたとしても、うん、そんなもんさ、プロレスのリングは何が起こるかわからないし、うん、何が起こっても文句は言えないんだから。力道山がコーナーに詰め寄った時点で勝負あったよ。組ませないし、うん、あれだけ接近したら木村さんは動きようがない。うん、それは力道山の計算の勝利じゃないかな。うん、結論は木村正彦が油断していたってことですよ。普通の試合でも昔はよく外人に仕掛けられたから。 俺にしたって常にそういう気構えは持っていたよ。うん、日本マットは平和というかさ、日本人同士では秩序とか、うん、ある種の掟があるから変なことにはならないけど、うん、外人は違うからね。うん、特に海外にいた時なんかは、ぐ、うん、ーっと危ない形で体を乗せてきたり、うん、変に腕を決めてきたりとか、意地悪なことをされましたよ。うん、そういうのは試合をやってて自然にわかるじゃん。そういう時のために日本でガチンコの練習をやっていたわけだから。<laughs> うん、これ、日本でガチンコの練習、大仁田さんもやられてたってことなんですかね、こうおっしゃるってことは。この文脈から言うとそうでしょうね。う俺の場合はジャンボ鶴田さん 桜田和夫さん、ああ剣道長、ねはい、長崎さん、うん、伊藤正夫さんとかとガチンコの練習をやっていたよ、やっぱり一番うまかったのは鶴田さんだね、アマチュアレスリングをやっていたから、簡単に相手をコントロールできるし、うん、あのでかさでしょ、うん、もちろんスタミナも無尽蔵だし、ここで大仁田さんが言ってるガチンコの定義っていうのは、どういう定義なんですか。 俺の場合は、ジャンボ、鶴田さん、桜田さん、うん、伊藤正夫さんとかとガチンコの練習をやっていたよ。プロレスの練習ではなくて、アマチュアレスリングの練習をしていたという捉え方でいいんですかそれとも新日本いやいや、ここは鶴田さんが、うん、あの、アマチュアレスリング出身なんで、はい、鶴田さんのことを指してんだと思いますよ。うん、アマチュアレスリングをやってたから簡単に相手をコントロールできるし。うん、だからまあ、あの、が 全日本プロレスは全日本プロレスなりのガチンコの練習をされてたんでしょうね。ガチンコと表現するか、まあ、セメントと表現するか、うん、それレスラーによっても違ってくるんでしょうけれども、どういう練習だったのかってのは興味ありますね。これ僕が想像するのに、<laughs> えーっとー、うーん 深くはそこまで練習はされてない印象はありますね。うん、その、イメージで新日本プロレスさん、この、えっ、ー、とね、だから1980年ぐらいですかね。80年。80年代。オ、はい、田さんもいらっしゃったと思う。うん、全日本に所属されてる頃の、新日本プロレスと全日本プロレスの、 そのガチンコの練習量で言うと、これまああくまで推測、推察ですけど、推測ですけど、やっぱり新日本さんの方が、はい、えー、猪木さん筆頭に藤原義明さんとか、うん、うん、まあもちろん藤波さんとか、はい、よくそういうガチンコの練習をされてたようなイメージで、うん、で、日本さんは、まあ、ちょっとたまにやっとくか的な、うん、 全日本、新日本というのはもともとはその日本プロレスという大きな団体から2つに分かれて馬場派猪木、うん、派,派という分かれ方をしていったんですけども、はいはい、その日本プロレス時代はこのムックの中で藤波さんが証言してますけど、うん えーまあ、猪木さん山本虎徹さん、うん、北沢さん、うん、でタイガー・戸口さんサムソン・靴輪田さんたちが日本プロレス時代にはよくガチンコの練習をしていたというふうに言ってますよね。はいはい、でその流れで、まあ、桜田さん剣道長崎さんですね、うんうん、で全日本から入ったジャンボ・鶴田さんなるほどで伊藤正雄さん、うん、伊藤正雄さんもこれ日本プロレスから入ってきたと思うんですけども。うんうんうん その中で、えー、大西田さんも練習をしていたと。その昔ですけど、川田利明さんから、はい、全日本のそのガチンコの練習っていうのを聞いたことがある。ええー、本当ですか、はい、それすごい興味があるな。で、お願いします。馬場さんは、ガチンコの練習を時々やって、うん、とにかく、ボディシザーズが一番効いたって言ってました。 ボディーシーザーズ足でこう胴を挟むまあそのまんまですけど、うん、それがもう痛いのなんのボディーシーザーズがこんなに痛いとは思わなかったっていうおおだからプライドの中でもあのえー、<laughs> ノゲイラとヒースヒーリングがやった時にノゲイラのボディーシーザーズで、うんうん、がかなり効いてたっていうような印象記憶がありますけどどんな体勢ですか スリーパーを取るような体勢でバックからこう足を絡ませて。はいはいはい。スリーパーを取って寝た状態ですね、グラ足が、胴を挟むみたいな。はいはいはい。へー。足の長い選手はやっぱりそのボディシーザーズとかをコントロールすると、こう、洗濯ばさみ的にそうですよね。洗濯ばさみってなんか変な技ですよね。多分、もしかしてわからないかもしれないですけど、こぐって、 まあ真っ直ぐに挟む感じですかねうん、うん、で馬場さんはやっぱ足の力が強いっていう話でしたから長州力さんも馬場さんとタッグマッチで対戦した時に足の力はとにかく強かったねっていうコメントを残してるんですけどねうん、うん、で時々その行われたカチンコの練習川田さんはその時セメントって言ってましたけどうん、うん、セメントの練習をやった時に馬場さんの,そのボディーシーザーズが本当に効いたみたいな話をしてた記憶があります。ごめんんなささいいつ頃川田さんですか 多分2000年代ですね。2000年代、はい、じゃあもう全然全日本を離脱されてるのの頃ですか、はいうん、その後,後の話ですね。<ー>ですからそのガチンコの全日本の、うん、で行われるガチンコの練習というのは、うん、まあこれも想像の域は出ないんですけども、うん、日本プロレス時代のそのガチンコの練習の延長線上にあるものだと思うんです。ですからいわゆるそのカールゴッチの流れを組んだ、うんえー サブミッションレスリングというか、うん、キャッチャーズキャッチキャンというか、はい、そういう流れはやっぱり新日本の方に行ったと思うんですけど、もちろん関節技の練習とかはしてたとは思うんですけれども、うん、まあそこまで濃密にやってるイメージはあんまりないですよね、うん、田村さんのおっしゃるとおり。川田さんの名前が出たんであれですけど、はい、川田さん、ちょっと本当申し訳川田川田ファンには申し訳ない、はい、川田さんは、 もう結構やり込んだら、すごくいい、うん、強い選手になったと思いますね。ああ、そっちの、いわゆる総合、総合というか、あの、セめガチンコ、セメント、セめン決めっこに関して。す、す、あの、っていうのが、体型が、うん、なんていうんですかね、そういう、決めにくい、決めにくそうな体型るほどね。はいはい、だ三沢さんと川さんはちょっとまた、 うん、僕のイメージでと川田さんの方がそごい先量が高いのでちゃんと練習されたんですけどだからまだ全日本プロレスでの,そのガチンコ、セメント、きめっこの練習っていうのが、うん、そこまで濃密じゃなかったので、うんえー、そこを濃密にやれ,た、うん、やれば川田さんは、えー、上,上位の選手になれたんじゃないか、うん、なるほど。 まあ実際本当強いかもしれないですけど。もともとアマチュアレスリングをやってましたしね。はい、国体に出たのかな。うんね、えっと、伊沢さんの一つ戦。うん、後輩ですね。すね足利高ですよね。うん、足利校大でしたっけ。知らない <laughs> <laughs> そこまでは知らない <laughs> 収録一発目はダメですね。全く回らないですね。<laughs> うん、これいかがでしょうか もうすぐピーとなりますけれども、第1話目はこれ成立しますか全然成立す。大丈夫ですあの、だから、大仁田さんと富士ん隣富士んはい、これ富士んも面白そうなんですね。だから、まあ、ちゃちゃっと大仁田さん富士んで3話ずつっていうふうに考えてるんですけど。ちゃちゃっとって、なんでそんな適当な言い方するんですかおっしゃったじゃないですか。いやいや、その、ちゃちゃっていう表現が、やっぱり、あ 大似た淵みたいな、淵のような、全日本、大似たさん、淵さんのような全日本系の選手は、ちゃちゃっと、あしらうんだな、タムちゃんは、みたいなイメージを与えちゃいますよ。やめ河田さんに対しても、ちゃんと練習すれば、みたいな言い方すると、全日本系の選手は、選手や全日本系のファンは、カチンと来るんですよ。僕もここ入った瞬間から動画回していいですかじゃあ。 次、次から。何ですか、その。あの、オフレコの話の時に、ねねね、僕になんか責任を乗っ、乗っけてくるのやめてくれます、ね、ちょっとおっしゃった意味がよくわ <laughs> からないです。<laughs> もう、取っときたいな、ほんとに。まあいいですよ。じゃあ、はい、ちゃちゃ,ちゃっと3話いきましょう。と。はい、わ、はい、かりました。じゃあ1話目終わります。ありがとうございますありがとうございました。